二人で力を合わせて務めてきたがついに身を結ばずに終わった希望も持ちながらも心の一隅であんなにも恐れていた時期を失するということが実現してしまったのである今はいたずらに過去における長い交際の跡をたどりたくない 問題は今後にあるのだから常に正しい判断をあなたの頭脳は与えて進ませてくれることと信ずるしかしそれとは別個に婚約をしてあった男性として散ってゆく男子として女性であるあなたに少し言っていきたい あなたの幸せを願う以外に何者もない。いたずらに過去の将棋にこだわる中で、あなたは過去に生きるのではない。勇気を持って過去を忘れ、将来に新活命を見出すこと。あなたは今後のひとときひとときの現実の中に生きるのだ。 穴沢は現実の世界にはもう存在しない。千恵子、会いたい、話したい、無償に。今後は明るく朗らかに。